もうここまで来るとね、楽だね。もう知ってるからね。3度目だしね。だ結局城跡は変な脇道とか行かずにずーっとこの道を登っていけばいい話なんで、うちみたいに迷うことはないんだよね。でもそんなさ、書いてなかったじゃん。書いてなかったし、登山道とかさ、南大山こっちとか書いてあったでしょ。あれに騙されたよね。で、多分この坂はまた五郎さんの方に行くんでしょ、これね。多分これ五郎さんの方行くんだよね。五郎さんの方行って、沢向滝だが、通称別木の上の方から行く感じだよね。もうそれとしか思えない。だからちょっと、でもなんとなく分かってきた。佐代さんと南大さんはちょっと似てるわ、そういうところ。まあ両方とも山が城跡なんで、じゃあやっぱちょっと似てるよね、作りがね。ただ南大さんの城跡はなんか城跡って感じ全然しなかったんだけどね。うん、なんか上の方がざわついてんだけど。あ、もう太陽出てきたわ。なんなん太陽出てきて。城跡の時に太陽出てきてよ。今かよ。見てほら、水きれいなんだよ、これ。ね、きれいでしょ。ね。家帰ってお風呂入って寝よ。で、沢向滝、通称別木の前でまたちょっと休憩して飲み物飲んで、あとは一気に降りてって感じかな。ほら、ここも滝になっちゃってるね。わかるかな。ね。ね。ねってなんだ。ああ、もうさっき雨降ったからちょっとぬかってるわ。マジで、マジで蚊がうざい。カゲロウだ。ん、カゲロウどこ行っちゃった？どこ行っちゃったな。水がきれいなんだろうね、カゲロウがいるってことは。ちょっとうるさいよ、さっきから。あ、いたいたいた。20分ぐらい歩くんだよな。南大さん、南大林道入り口まで。
なんかそれは覚えてるんだよな。もうこれちょっと靴底が薄くなってきたね。痛い。もうずっと足つぼの上歩ってるみたいな裸足で。痛い。これずるって言った時はすげえ激痛だからね。これは普通のね、無編集版の日記ですから、見る必要ないですよ。何これ？キノコ？あ、ね、動物が食った跡が、ね、いやこの辺は食えんのか？あれ本当に？あれ食えんの？あれ？お！やっぱり昔ここちゃんとミシッと使われてた道なんだ。あれあるってことは。あ、何のマグだからっけ、忘れたけど。え、じゃあ建物あったん？ってことだよね。あったのか。じゃあ河原の山はもしかすると建物があった形跡だったのかな。じゃあ上の方に冷蔵庫とかがあったのってあれ家だったのか。不法投棄じゃないのか。痛い。わからん。もうわからん。まあでもこういうところに家があったって考えるとちょっとワクワクするけどね。まあ大変だろうけどね。でも車があれば楽じゃない、これ一本道だし。一人しか使わないだろうな、こんなの。昔はちゃんと舗装されてたってことだ。ここ。こんな感じで。あー、疲れた。あー、足痛い。よいしょ。見ても、土のが溶けてるよ、これ。岩間。ね。岩間。この下には、何もないと。この間もやったな、それ。研究所みたいなやつが家だったってことはないよね。もうまあまあ取ったな。一回ちょっと止める。